視聴者対戦行く、はい、もう行っちゃう、行こう行こう行こう。さあ、じゃあメンバーどうしましょうか。このまま行こう。有吉さん、いい時はね、ちょっと頼みますよ。やり込んできてんすよ。泣きますよ、本当に。泣かないで、泣いたらやらせてる。やばい発想してますよ。いじめっこ発想じゃん。じゃあやってみよう。よっしゃ、ここが大事ですよ。ここで勝ちたい。次は俺ピカチュウにしていいですか。あ、イワパレスでも、さっきの脇役感強かった。イワパレス目立ってはいました。いや、イワパレスは地味なね、こう縁の下の力持ち的な感じですけど、やっぱり看板には派手にねピカピカ言っていただきましょう。さあ、作戦はどういたしますか、田中さん。じゃあ俺上行くんで、上から参加するの結構大変だから、下に誰か行ってください。下2人、月光が真ん中で池崎、はい、じゃあ、タカさんと俺上に行きましょうか。はい。これ真ん中って何すればいいですか。行ったことないんですよ。真ん中のエリアのポケモンはすごい経験値持ってるから早く成長できるんです。なるほど。月光だから早く成長しな、しないとダメだから。で、いい具合に仕上がったら上か下に合流するって感じですか。そう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 。なるほど。で、余裕があったら顔出して助けるって。なるほど。あとはリザードンとピカチュウが上です。オッケー。あ、違う。リザードンとピカチュウが下。不思議だな、ダバナとヤドランが上。教えてください。月光が真ん中。教えてください。教えてください。相手ゼラオラもいる。うわ、ゼラオラも。菅野いないの？あ、プロスピじゃないんです。あれ、テームズは？スモーク。いないです。いないんですよ。足の遅いテームズ。ペナントレースじゃないんですこれ。でプクリンはすごい眠らせてくるから、近寄ってきたら逃げて。逃げます。プロスピンをちょっと、でも中田翔が急に来たからチーム編成難しい、ね、そうなんです。あれまだ新しくデータアップされたんですけど、 ね、それにも入ってなかった。それは入ってないでしょ。頑張ろう。あんなことになると思わない。行きましょう。上でしょ。真ん中行きます、はい、さあさあさあ、これ一緒に、まず高さん一緒に買っていきます。一緒に、はい、しゃ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 、一緒にこれ倒していきます。さあ、上が田中と高さんの、はい、下がニコルンと看板、真ん中が月光が、はい、サンシャイン池崎です。さあ、まずは野生ポケモンを買っていきましょう。で、タカさんこっち来てください。このカニを先に取ります。はい、よっしゃ、座ってる座ってる。あ、あ、間違った、変な方向。カニを倒してくれ。カニを、カニ、カニに向かって。やばい、3匹に、やばい、あー、KO された。やばい、やられる。早い、もう危ない、危ない、危ない。でも大丈夫、最初は無理して敵チームを倒さなくても野生ポケモン中心にやってレベル上げるんですよね、田中さん。タカさん、この陣地の中で立ってます。陣地の中で、はいはい、やられちゃった、強いね、やっぱり。 OK、 倒そう、これ倒せる。そうなんですよね、だからまずはレベル上げる。 OK、逃げた逃げた、ダッシュボタンで、これ倒しましょう。ということでね、そうだね、絶対そっちの方がいいわ。ある程度10超えたぐらいから、ねね、毎回3匹いる、いったという感じで。相手はチームワークがいいんだよね。相手固まってますよ。この 8取りましょう。8、はい、8、8、8、8、うわ、なんかすごい野生のポケモンがいないんだけど。 OK、 進化した。月光が早く進化してね、どっちかに合流してください。うわうわ、ゼラオラ来た、これやべえ、しばかれる。うわ、やっべえ、怖え。ね、もう強いんだよ。強いな。どうした。うわあ、あっちも6とか。あっと、月光がやられました。ちょっと待って、月光が早くレベル上げなきゃいけないから。私もめっちゃやられてる。まだ月光がになってないでしょ。なってない、なってないっす。まだ細い、月光まだカエルだろ。まだカエルっす。上は大丈夫、順調に育ってるよ。下結構終わってる。下が強いんだ、うん、まだいける、まだいける。上、タカさんこっちでいいです、うん、無理にせず、レベルを上げましょう。ピカチュウはどうですか。レベル上げよう、レベル。どうですか、ピカチュウは。見て見て、見たところ。くるくる、タカさん。いや、ピカチュウですね。ピチュウ、まだピチュウですか。やばい、この陣地の中入って。あ、ね、ゼラオラが強いんで。ゼラオラ、マジ強い。うっしゃ、うっしゃ、一人落とした。回復しましょう、回復。あ、やばい、眠らされた。やばい、また来た、ゼラオラ。もう何こいつ。8取りましょう、8、8、これね、強い相手、さっきの
やべ、眠らされた芝か、うわ、やべ何やってん、月光がさっからやべしか言ってないな。またやられた、強くない、葉っぱかった、2人倒した、葉っぱかった、オッケーオッケーオッケー、シュートしましょう、シュート、ここオッケー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 、よっしゃバックバックバック、ナイスシュー、だいぶ今点入れたんじゃないですか。さあこれ、カニ倒しましょう、カニ点入れちゃおう、あのバック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 、よーい、来た来た、ピカチュウが15点、ナイス、岩パレス、いや、あれです、ああ違います、やばいやばい、追われてる、ピカチュウが狙ってる、あのバックバックバック、タカさんバック、あ、んバック、オッケー、月光がなった、月光がなった、おらおらおら、やばい、月光がナイス、これ相手敵だったんだ、月光がナイス、うわ惜しかったな、元のポジション戻ろう、助けたかった、助けてくれ、よっしゃ、ちょっと待って、ゼラオラ倒す、こいつも、してこいつ倒しましょう、なんか大きいのいる、よっしゃ、イエーイ、いいですよいいですよ、うわ眠らされてる、うわやっべ、ね、めっちゃ眠らせてくるよね、強い強い、ね、マジ眠らせすぎ、やべやべやべ、回復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 、逃げて、月光が逃げて、回復回復回復、寝ないで、いや誰か、俺は佐藤失礼、こいつ強え、うわ痛っ、あかんた、いろんなこと起こってるいいぞ、今逃げよう、さあバタクリン強くない、強いよ、やべ、眠らしてくるから気をつけて、よっしゃこいつ落とせる、落とそう、あやばい、ピカチュウ狙われますよ、月光が猛烈な雷で退治してやって、何してんのこいつ、プクリンとゼラオラのここやばいね、下やばいっす、下やばいよね、みんな集まってるもん、下やばいっすよね、下変化した、下終わって、うわもうやられちゃった、下つえ、下やべえ、もうゼラオラがいるから、タカさんそれ耐えといてください、かなり苦しい戦いだと出ました、やばいですね、ちょっと、はい、攻め込まれてますね、だいぶ、オッケー倒した、ゼラオラ倒した、おーすごい、ナイス、いいよ、オッケー、ナイスディフェンスです、タカさん、さあピカチュウスーパージャンプいくか、スーパージャンプどうしたらいいんだよ、それでこう行きたいとこ、おいよいしょ、うわうわすげえ、何ここ、バリアの中に入ってくる、使うか、さあピカチュウが早く進化してね、ピカチュウライチュウにならないですか、まだライチュウになってません、やべえ、これえピカチュウですよね、ピチュウじゃないですよね、まだこれピカチュウだと思うんです、ピカチュウですね、大丈夫ですか、下やばいんすよ、なんかもうゼラオラが来るから結構やばいかも、治癒してる、今かっこいい人が通ってったな、すげえ、やべえやべえ、外すことあんの、88リザードも88入ってて、蜂をやっつけましょう、おやっつけだ、オッケー、経験値もらった、ナイス8、うわまた来た、ゼラオラいるよ、2人がかりって勝てっかな、いける、いく、ゼラオラ、ゼラオラやっちゃう、うちユナイト技あるよ、今俺もユナイト技あるよ、うわ来た、うわやばかったらユナイト技で、やばい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 、めっちゃやばいやばい、3匹が踏まれてる、これ逃げるわ、一人で耐えれない、うわ、ちょっと上突破されました、うわ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 、あと最悪だ、しかもあとは、あーニコルもゼラオラ倒せるとこだったね、さあ、ピカチュウ、どうだ、ゴール決めたいです、え、さあ、意気込みは一番ありますからね、国境にかける思い、狙われてます、スーパージャンプ、やばいか、でもサンダーやればいい、よっしゃーナイ ナイス倒した倒した、ナイス、やばい、残り2分になったら、やられちゃった、サンダー出てくるんで、でもサンダーちょっとあっちに倒させて、やられちゃうよ、すぐいいとこ取りしたらいいんじゃない、どこ行った、最後残り2分になったら中央に集まりましょう、はいはい、それまでにレベル上げといて、まあ、あの相手に構わずその辺のポケモン買ってできるだけレベル上げといてください、はい、ユナイトを貯めとこう、ちょっとね、ユナイトは温存でお願いします、はい、勝ちたい勝ちたい、こっから、わまた来た、ゼラちゃんが来たわ、ゼラちゃん、ゼラちゃん来た、すごい来るんだよ向こうのケニック、ゼラ
あと17秒。うわうわ、2人がかりだ、2人がかりだ。めっちゃ強いんだけど。うわ最悪だ。何、すごい強いんだけど。ケニック隠れてたの、バレてた。パニックですか。ケニック、ケニック、何ケニックって。やばい、残り2分なって。ワニックって。はい、じゃあ中央行きましょう。中央、スーパージャンプ、スーパージャンプ。いった、ユナイト技使おう。ユナイト技、ゼラオラの、あの、ファイヤー、なんだっけ。あれ、飛ぶ、サンダースね。走ろう、サンダー取ろう。サンダーか。どこ今、ニコラと2人で、やばい。今やってるよ。ユナイト技で倒そう、こいつ1人。さあ、ユナイト技で倒しましょう。あー、落とされた。うわー、KO だ。強くない。やばいやばい、早くみんな行って、早く行って。いやもう13レベルだった。相手13か。これさ、戻るのもさ、長いよ。めちゃくちゃ時間かかってる。あ、やばい、うわー、まずい、厳しい戦いだ。やばい、上をディフェンスに行きましょう、1人上に来るんで、で、下に1人ディフェンス来といてください。あ、上行っちゃった。じゃあ僕、下、下行きます。なんとかこいつら倒してシュートに来るんで。さあ、残り1分、かなり苦しい戦いだ。すぐ倒されちゃうんだけど。これなんでですか。1人で突っ込んだら絶対やられるんで、相手より人数多い状態で。なるほど、数的有利を作ると。はい、うち今21位で、あ、42。こいつさ、いや、うわ、やられた。うわ、やばい、あっという間だ。もう誰かいないか、ね、ゼラララ、あーっと、あー、シュート。さあ、ピカチュウが今中央に。やべえ、12点だ、12点。ピカチュウは未だライチュウにならず。もう時間がない。とりあえず入れれるもんだけ入れよう。そうそう、入れるものもなんか取られた。さあ、フクリンが怖え、フクリンが怖え。フクリン構成。フクリンです。フクリン、フクリン怖え。フクリン構成。うわうわ、フクリン、すげえ強え。厳しいですね、こんな強いの。かなり苦しい戦い。さあ、リザードン、リザードンが前に。うわー、めっちゃ強いんだけど。え、どう？強い。うわあ、話しよう。はいはい。強いって、強すぎない？だってどっちも取られちゃったもんね。ちょっと皆さんね、強いですね、視聴者の皆さん、さすが。強すぎるわ。強いね。こんなに強いとちょっと看板がへそ曲げてしまいますよ。ニコルがめっちゃ決めてるのに。はい、ニコル頑張ってる。ニコルはね、真面目に頑張ってます。うちのチーム。ちょっとだって、池崎、俺と変わんない。変わんないですね。むしろ負けてますよ。泥試合ですね、池崎対カンバ。なんだよ。だって相手チームの入れてる数やばいですよ。みんなこんくらい入れないと。200点前後。200点超えが2人の190点。なんかさ、作戦立ててやってくれるんだけど、相手の実力の方がもう、そうなんですよね。数倍強いね。そうですね。やっぱ俺、岩パレスの方がいいか。やっぱり岩井パレスの方が硬いですよ、ね、自分のボディが硬いんで、ちょっと無理できる。ボディが硬い。有吉さんや岩パレスですね。